元気で何よりまあ5月ですからね5月病とかさあのあったりするんでね皆さんがね元気でいるなら何よりでございますけれどもまあそうだな最近なんか目立ってこうなんだろうな皆さんの前でなんかやることがないので公演とかもなかったりするから私はねなかったりするから <coughs> 最近ねまああんまり話題がないっていう。 あんまり話題がないんですよねいつも私どうやっていつも話してたっけなんかあんまり覚えてないんだけどなのでちょっとあのー、コメントで私,の私への質問とかちょっとなんか一つ拾って広げていこうかなって思うんだけどなんかこれをこのきっかけでちょっと盛り上がりそうな話題提供をお願いします。 何か私に聞きたい質問や。ええー。質問。を <laughs>。質問をお願いします。質問。をお願いします。で。なんか、いい感じの。なんか広がりそうなコメント。拾いたいです。 ツイッターに投稿した日のリーナの写真はあれは昔のやつです <laughs> 全然上げてないなと思ってそう多分ね今日日ノのリーナやってんのかなって思ったよねみんなきっとねそういうわけじゃないえー、なんだろうな <laughs> あんいちごの生写真明日からなのちょまだ見てないわそうあれはね私が本当にギリギリに送りました <laughs> なんとか間に合った <laughs> ヒノリーナやってるって <laughs> どういうことヒノリーナって存在するんじゃないのヒノリーナは私の 表裏一体体運命共同体みたいななもの,なので私なんですよ。あのヒノリーナってあくまで私じゃ私なんだけど私じゃないのよ。これちょっとね難しいと思うんですけどヒノリーナってあのほらこれちょっと今ここにあるから。これねちょっと今回の,その6月にねあの来月私20歳の誕生日を迎えるんですけどヒノリーナをはじめとする。 まあここにいるキャラクターっていうのはまあディスディスな,なんて書いたっけ全部私なんですこれあくまで全部私なんですよでも私じゃないのよこの子たちはあくまで私なんだけど三村日野であると同時に三村日野ではないんですねちょっと分かりづらいと思うんですけど あのー、まあなんかなうーん人格インストールみたいな人格インストールアップデートみたいな,なんかそんなそんなニュアンスですかねあの全部が私なんだけど決して三村ひのと同一ではないっていうか分かりづらいんですけどそういう感じですすいませんここれはは私のこだわりでございいます、はい <laughs> あヤバタニエンっぽい確かにあれだねそのドット絵だからねヤバタニえんっていうゲーム私もやってましたよスマホでそうそうだなちょっとコメント流れちゃったギフトありがとう <laughs> タオルに選抜されたキャラはこれはあの見、ー、見栄栄ええです <laughs> 見栄え重視ここに選抜された時に他のキャラと被りがなくて例えばほらこのさあの百鬼夜行ちゃんはさこれ百鬼夜行ちゃんっていう仮の名前があるんですけどあのー、目が赤いじゃんだからまああとはまあメインのねそのとのと ヒノリーナはまあ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 、まあ、私といえばみたいなとこあるからそれ以外はほんと見栄えですねあと案外これぐらいしかいないよ私がやったことある子 <laughs> まか生誕ィーとかータンていいよねあれマジでお気に入り <laughs> ねぜひいっぱい来てください左から2番目この子左だとこっちこっちかこれはアンドロイドちゃんですねモノクロでしょこの子だけモノクロなんだけどまあもともとこういう 格好だだったんんけどねこれちゃんです昔ショールームでロールプレイ配信をやっていてそのロールプレイ配信はまあ普通にあんまりあんまりなんだろうあんまり評価が高くなかったからやめたんだけど <laughs> 思ったよりそうなのでやめたんですけどまあそのキャラクター人気キャラクターですねこの子は。 もう2年前ぐらいになりますあ生誕祭がいつになるかは私も知らなくてまだ話を聞いてなくてちょっとわかんない <laughs> 生誕祭がいつなのかは本当にわからないごめんなさいね。 私もお答えができないんだけれど <laughs> ああロールプレイ好きだって言ってくれるありがとうございます <coughs> <coughs> ツイートしとくか なんかあればあればな 歌詞、ね、朗読とかもしてた、ね、まあ歌詞朗読は1回ぐらいしかやってないかでもマックス時三百3 1 5号の独自の歌詞解釈を物語にして読んだこともありますねロールプレイ配信の一環で、まあ、ロールプレイ配信に関してはそのなんだろうマジでそのあんまりあんまり 好評でもなかったっていうのと同時にあの準備がもの,ものすごい大変っていう <laughs> 準備にの時間がもうめちゃくちゃ大変だから今後続けるにあたって私の,あの一種のストレスにもなるだろうなって思ってもう潔くやめます <laughs>、まあ、なんか定期的定期的じゃないわ、まあ、今後はなんか。 不定期にやるかもみたいな話もしたけどそうそうそうショールームでやることじゃないなって思ったんだよね結構正直な話するとあの別に何だろう演じることが嫌いなわけじゃないんだけどわざわざショールームで私が一人でやるんだったらもっと企画してもっとクオリティ高いものを別の,その別にショールームはショールームでも私の個人の配信じゃなくて。 なんかもう本当に全然違うもっと大きな一個の企画としてやった方が私もその何ていうのかな私が個人で勝手に考えてやるのだと私がクオリティーに満足ができなくてなんかやってもなんかうーんなんかちょっとなっていう <laughs> そうそうそううんって思ったのも理由の一つかな。うん どうせやるならなんかもっともっと掘りたかったけどっていう,う私が満足できなくて、まあ、それがストレスになってそう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 だねあん時ほんと暇だった <laughs> ガチ暇だった家にいるしかなかったしねまあだから別に何だろう別にあれをやったことが悪い後悔はしてないんだけど全然そう ただどうせやるならもっとちゃんとやりたいっていう気持ちはある演技をするので中途半端にやるのはなっていううんなんかそうだねまあなんかその演じる系のことに関してだったらやりたいその個人でやりたいこととしてはもっと気軽にできることとして案があるんだけどそれは まあインスタの。インスタとかでちょっとやりたいなっていう。風にはまあ考えてはいるので。やります <laughs>。あのみんなうんなんか？うん、演じる系に関してはそっちでやりたいなっていう風に思ってます。ショールームだと生配信だから。何だろう？時間も気にしちゃうし。ショールームだったら。 なんか私の中でショールームだと短くて20分以上じゃない20分って結構動画にしたら長いじゃないだったらインスタとかの短いショートの動画とかストーリーズとかでやりたいなっていうふうに思ってるのでいろ毎日いつかやりたいのでまあ今ここで発表したのでまあ別にそんなにあのかといってその短めの軽いもの軽いなんて言ったいかな 別にそんなに対策っていうわけではないのでよろしく <laughs> どっちかっていうとそうだね声の方がいいかな声でやるなこれなんかいつかやりたいいつならできるかなインスタもね質問箱やる時はね許可取らないといけないからさ <laughs> 気軽に今やろうって思ってやれないんだよねだから今月はねあのー、もうね ドタバタなんですよ28日にア、あのー「アイドルって何だ?」のさあの「アイドルって何だ?」んじゃないわえっとロッチさんのねライブのあるじゃないですかなのでお楽しみにショールーム配信ありますからねうん そうカフェロッチお楽しみにちょっと詳細まだあんま出てないけど何の話してたっけああそだロールプレイね そうだから結構ねなんかね私の頭の中で勝手にやりたいこと別に演じる系じゃなくて歌系だったりイラスト系だったりとかやりたいこととか書きたいものとかそういうのって結構構想としてはたくさんあるんだけどなんか私一人で勝手にできることもあればあの上の許可とか協力がないとできないこととかもあるんだけど、まあ、なかなかそう簡単に動か動けないので。 悩んでます。いますね <laughs>。そ,そうそう、そう。まあとにかくとはいえね。なんかまあ新しく。なんだろう。77。7 77日ありがとうございます。まあとはいえ、なんかそれこそね。一応来月の予定なんだけど、そのバンドの？初演奏があったりだとか。そう！ まだ詳細とかはね全然発表されてないんですけど一応その一番最初の告知の段階だと6月にあるっていう話だった気がするあとはその来月末だったらカラーズさん出演するのとかまあまずは新アルバムがねアルバムも新曲もそのリード曲全員参加のやつとかあったりするので。 まあそういう点だとやっぱりなんだかんだねその新しい動きっていうのはあったりはするんだけど誕生日もあるし <laughs> まあ、ね、誕生日だからといって何か特別なことをする予定は今のところ別にないんだけど何がいいですかなんか誕生日あお絵描きはしようと思ってるんだけど自分のねいつもメンバーに書いてるもののあのー うん、えっと自分版はやるんお絵描きするんだけどそれ以外だとなんかやってほしいことあります何がいいですか <laughs> 何何がいいですか <laughs> ちなみにお酒飲みながら配信はできないんですけれどまあ20歳だからね今年初めての今年まあ夢20歳だけど今年度初めての,あの20歳メンバーではあるのでなんかねなんかしたい気もしなくもないけどまあ6月はまあまだあんまり <laughs> まだあんまり予定は埋まってないんだけどね。 公演予定とかまだ分かんないんだけどまあまあまあ,近くなまあまあ近くなったらっつってももう近いんですけどまああと個人的に6月はあのー、いつもあんまり話題にならないですけど6月12日が2期生のお披露目から何年4年 ?4 年になるかな。 年年になななるんですよ4周年なんでですすよ周んかまだその話出てないけど2期生のお披露目4周年やりたいなっていう去年ほらニコナバさんで配信させていただいてあのー、末にさ6月末にその配信してねこうプレミアム配信でカラオケ配信やって超盛り上がったじゃないですか。ああいうのまたやりたいなっていう気持ちはちょっとあるんですよね。 まあなんかもしかしたら今から動き出したら来月にはできないかもしれないけどまたちょっと提案してみようかなこういうのやりたいですっていうのは最近ちょっとマネージャーさんとも全然会ってないからさ <laughs> ちょっと <laughs> あの <laughs> なんか話どこまでちょっと聞けてるのかわかんないんだけどそうまあなんかそういうのはまたやりたいなっていう気持ちやっぱなんか。 周年はまあせっかくだから大事にしたいなっていう気持ちもあるのよね正直うんとてもそううんまあなんかせっかくだからねまあ誕生日めっちゃ近いんだけどね6月12日と 15日めっちゃ近い,っていう <laughs> そ,うそうそうそういうのあったりするけど <laughs> うん、まあ、生誕祭とかもなんかどんな形でやるのか知らないんですけど。 ね、<laughs> スピーチで話すこととかちょっと考えないとね言えない時期に流行になってますよねちょっといつか分かんないですけど、まあ、できればあのこの前去年みたいに遅くなるとあのマジで誕生日とはってなるからできれば誕生日近くでやりたいなっていう気持ちはあるんですけどこれも私の一存でどう,どうこうできる問題でもないのであロングスピーチはしないあのね いろんな人が困るから <laughs> いろんな人が困るからロングスピーチはしないもうしない気持ちはあるもうしたくない正直多分私のこの普段ショールームしてる感じだとガチで頑張れば1時間とかいけるのよ本当に頑張っちゃえば1時間ずっと喋ってられるよでもそんなの後ろに立たせてるメンバーもかわいそうだしあの終電を逃すみんなもかわいそうなのであの <laughs> できれば今年はうん10分いかないは10分は行きたくない5五分から10分の間に収めたい7分とかぐらいがいいかな7分でも長いないや5分5分5分6分7分とか。 もうそ,ん <laughs> そんぐらいもうそんぐらいのほんとそんぐらいにしたい5分ぐらいにしたい正直あのーでもでも違うんですよこれね言い訳みたいになっちゃうかもしれませんけどあのー去年の去年のそのースピーチっていうか生誕祭って私が加入して初めての生誕祭だったの。で 私そのさっき言った通り6月12日がお披露目だから誕生日めっちゃすがすぎてんのね加入した2018年の誕生日だ加入して3日後だからさ <laughs> 何もお祝いもできないのよ生誕グッズも出てないしねの誕生日2019年の誕生日2020年の誕生日2011年の誕生日2022年の誕生日で、ね、まあ 今回、ね、5回でで目なんです4周年とは言いつつ5回目なのよ。これあの誰よりも早いんだけど後輩たちの中でその加入して誕生日迎えるスパンがめちゃくちゃ短いんですけどてかそうだね先輩の中でも一番ぐらいなんじゃないかなお披露目っていう点だとねだからあのー、もうだからその今までのそれせ去年っていうのは4回分のスピーチをしてんのよ私は。 そのドラフトからだから2018年10月末からのなんかな4年半ぐらいの <laughs> 4年半じゃんか3年半か,かもほんとそんぐらいのスピーチをしてるから長くなるんですよそら。みんな聞きたいじゃんやっぱその加入するまでの話とかさか私のファンの人はやっぱそういうのを求めてる方が多いですから <laughs> 突然の突然のねだからさやっぱそういうのやっぱ 初回だからいっぱい話さなきゃ話さなきゃって思ってでも特にプロットだけ組み立ててたらめちゃくちゃ長くなっちゃったの今思えばあそこで切っとけばよかったっていうタイミングがあるんですけどだからさ、あのーま、でも逆に言うと今年はそれが去年で全部総,総裁されてるから、ね、去年の、あのー、コンサート前の生誕祭 <laughs> 場が忙しかったあの時期の生誕祭の時に <laughs>。 <laughs> あのー、全部私はもうそ,そのまでにあのもう出し切れてるから今年に関してはもう今年のこれまでの話と今年のこれまでその前回の生誕祭からその日までに至る時間の話と2022年20歳の年で何をやりたいかっていう今後の展望について話すだけだと思うのよ。大きく組み分けたら今までの振り返り返と ここれからのととについてと感謝っていうぐらいのざっくりとしたそういうメインテーマが決まってると思うからだからだからねそんなにあの長くないと思いますいやこれでさいや私正直本当に自分のスピーチ聞いてくっそ長いなって思ってたから嫌なのよ本当に嫌なのマジで嫌なのバカ長い無理って思ってだから。 <laughs> だからあの本当にプロ多分同じようにプロットを組み立てていくと思うの丸暗記だと感情込めらんないからあのプロットを組み立ててなんとなくこういうふうに話そうこうこうこう入ってこういう話をしてこうこうこうしようっていう頭の中のリハーサルを経てやるんだけど多分でもでも。でも でも短くしたい。うん。本当に長いのやだ。無理聞いててつまんないし、いやつまんなかないよ。ごめん別に違うの。そのいやでも本当に本当にまで興味ない人からしたらガチつまんないからやめたほうが本当に本当に直したい。いや本当に。<laughs> ということがあるので私はちゃんと組み立てます。 別にね、しゃ喋ってくださいって言われたら喋れるよそりゃえー、本日は私の生誕祭開いてくださり本当にありがとうございますこのねあのー、まずまず一番最初からこのこの花束とか花冠花ヘアアクセサリーとか見てでもこれはもうこういう理由で高校なんですかねこの花はっつってそっからまず入るじゃんねそれで10分潰すんですよオープニングトーク花の花の話花の解説で10分ね あこのの花花はあババララですね赤いバラの花言葉はっつってえ白いバラの花言葉はですね <laughs> あ。ということでちょっとオープニングトークでございました。でその時点でメンバーはねちょっと後ろにメンバーがいた場合はえ今のがオープニングトーク。はい。でで,ですね。えまあね今回はこういう形でまあでも生誕祭とは言っても去年の生誕祭はね私も十14分も話しちゃってでまあギリギリ確か。 こう最高には及ば,な及ばずゆかさんの最高ロングスピーチには及ばずだったんですけど、まあ、結局その後、まあマ真下さんにね越されたりもしたんですけれどもまあそういうそんぐらい長くならないように今日は頑張ろうと思いますって言ってる時点で14分なのよもう過ぎてんのよ。はい、ということでね、まあ、ちょっと長くなるかもしれませんが <laughs> 落語の枕のこごとく、はい。ということで <laughs> 本日は <laughs>。 えー、まあ、そういうことでねちょっと長くなるかと思うんですけれどもよかったらね耳を傾けてくださっただけると嬉しいなって思うんですけどはいあのー、そうですねえっ、ー、とまあ今回生誕祭やるってなって、まあ、20歳私にとって20歳っていうのは本当にまあ何て言ったらいいんですかね10歳って皆さん覚えてるか分かんないんですけど分1 2成人式っていうのがあったんですよ。 その2分の1成人式っていうのは小学校4年生の時に学校であったりなかったりする行事だと思うんですけどなんかその時まだ私10歳でま,あまだまだ人生長いなっていうふうにその当時思ってたんですけどなんこんなに早く20歳って来るんだっていうなんかそのこう2分の1っていうからもうだから逆に言うとあの10歳は折り返し時代なわけじゃないですか今までの。そう考えるととちょっとなんか 感慨深いですよ、ね、ちょっとな私長その小学校4年生の時の1/2成人式なんて言ったんだけどんかね人前で発表したんですよね何かをちょっと本当に覚えてないんですけどなんかなんか多分芸能人になりたいみたいなことを発表したんですけどうん、なんかまあその時と比べると今多分いや夢も変わってないですしやりたいことも変わってないからもう昔から私っていうのは本当三村ヘンだったんだなっていうふうに思いますね。うん、でやっぱ ま去年もお話し,しましたけど私はその、まあ、ずっと NGT48 に入りたいっていうので2018年から2017年からですねもう2017年の末ぐらいからずっとずっとこう走り続けてきて、まあ、今ね無事にこうみんなと出会えてこうして NGT48 として活動させていただいてるっていうわけでございますけれども。 あの本、ー、当常々思うのがやっぱりこう何,何事も当たり前じゃないっていうことがやっぱすごい思いますしやっぱ去年とか一昨年のねこうなかなか活動できない期間を経て改めてやっぱそれが思うわけですよ正直そのなんかこう自分が思い描いていたアイドルのお仕事アイドルの生活っていうのはまあちょっと,やっぱちょっとじ若干違いますけど、うんまあ、でもやっぱりその点に関してはあのー、いろんなね こう辛いネガティブな感情だったりとかこう後悔する部分だったりとかまあ少なからず少なからずうーんなんかまあ多少なりとも全くないと言ったら嘘にはなるでもでもやっぱりそれ以上にこうしてそのアイドルとして活動することによって得たものの方が大きいので NGT になったことを後悔したことは一度もありませんねはい。 本当にそれはひとえに応援してくださっている皆さんがいるからだと思っていますというか思っているというよりも本当ただただそれが事実なんですね。うん、やっぱり皆さんが皆さんなしにしてアイドルっていうものは成立しないものですしアイドルであらせてくれるのは皆さんのおかげですから本当にあんまり私はね普段あの別にそういうキャラで売ってるわけじゃないですけど。 あのそうこびないこ、えー、<laughs> びないあざとくない、まあ、そこそこドライでやらせてもらってますのでこうみんなにこう直接ねなんか大泣きしながら感謝とかさこうめっちゃ大好きって連呼するみたいな、まあ、ちょっとそういうねあのキャラクターではないのであんまり言わないんですけど本当に感謝してない時なんてないですからもう常々常々ずっともう感謝感謝で。<laughs> 感謝,感謝しかないもう本当にそれに関してはもう感謝以外の,そのご意力が欲しいんですけどね。はい <coughs> っていう感じなんですけどどうこれでまだ私は今年の話をしていないなよちなみに言うと今だって話してるってことは今話してるってことは生誕祭に話さないことだからね今生誕祭に話さなくてもいいことを話してるんだもんだってネタバレになるから。うん そうまあ、感謝とかの話はするかもしれないけどでもなんかそれ去年言った気がするんだよなちょっと覚え,覚えてないですけどもう長すぎてどなんか長すぎてねそのとところとかあんま覚えていいんだよなそのそうだ段選ばれないけどファンの皆さんには選んでもらってるんだから選んでいただけてるんだからもうそれだけで嬉しいみたいな話は個人的生誕祭 MVP 名言なんですけどあの菜々子さんに。 七子さんを元気にすることができた私もそれを知ってなんか好きな言葉になったっていうそうそう,そ,うそれめちゃくちゃ覚えてるんだけどだそれ以外はもう何か何言ったっけみたいなあメンバーにいじられるのが心地いいって言いましたねあそれはほんその話するとまた長くなりますけどあのー、<coughs> そうあそこ長すぎたから笑い入れなきゃみんなみんながこうははハて力を抜けるタイミング入れなきゃと思って話したら NGT の公式のやつにはその文,文言が抜かれてましたね <laughs> <laughs> そこのくだりがカ,カットされてたようん生誕祭スピーチのレポうんいやほそれは本当あのねこれね私常々思うんですけど 本当ねマジで勘違いしてほしくないなって普段思ってるのがそのメンバーその特に同期同期からのその扱いが私はだいいぶ冷たいんでですよ <laughs> でこれはあの私の中でその一種の愛情というかなんつったらいいかないやあのね本当にねその下手に言うとメンバーが悪者になっちゃうからあんまり言いたくなくてなんつったらいいかなそのね なうん私はね今までの人生であの結構ガチでみんなそういう扱いをしてくるの私に。<laughs> あのこれは昔からの話なんですけど私小学校3年生まで新潟に住んでまして小学校3年生までは私ごくごく一般的じゃないかもしれないけど。 まあ、目立つのが好きな歌うのが好きな、まあ、ちょっと空気読めない可愛げのあるなんかうるさい子ぐらいだったんですけどごめんこれをねごくごく一般的っていうとちょっとね申し訳ないから一応言っとくけどまあ、まあ、なんかちょっと空気読めないうるさい子だな自分が夢中になるものにめちゃくちゃハマってしまう夢中,夢中になったらそれしか見えないような子供だったんです。 で小学校4年生もそれは変わらないんだけどそのに新潟から埼玉に引っ越して埼玉で出会った友達が、まあ、面白い子ばっかりで,で今でも信仰の,のあるなんていうのかな実家が近い友達女の子たちがいてその子たちがきっかけなのよ私にとってのいじられキャラのきっかけって。なんか最初は正直私 ちょっっとと辛いとさえ思ったのねここで初めて言うんですけどあのなんかなんかなんつったらいいかなそのなんむずいなトゲがあるそうトゲがあるからなんか私のこと嫌いなのかなというか大丈夫かな なんか大丈夫一緒にいていいのかなみたいななんかそういうあんまり良くない感情を持ってたんですけど本当に知らないうちにそれが当たり前になってて <laughs> あの最初は間違いなくちょっと辛かったのよなんかのちょっと詳しくも思い出せないぐらいなんですけどあの間違いなく多分小学校4年生とか5年生とか覚えてないけど最初はちょっとつらかったの。でなんか こう気持ちも落ち込んでた時期もあったんだけどあのマジでほんとにいつの間にかもう当たり前になっててあのー、結局ずっとその先も一緒にあのー、連絡取る仲いい友達だから <laughs> あのー、順応してしまったんですよね。マジで慣れたしむしろ逆に言うと「あのー、えっひなちゃんひなちゃんえっすごーい!」 すすごごい,、ね、いいねありがとうすごーいみたいなそういう私を称えるタイプの知り合いにどう接していいかわからなくて <laughs> あのなんかそういう子に対してさそのなんつったらいいかな「あえありがとうえ全然そんなことないよ」っていうのもさ でそんなことないよっていうのが苦手になったのよ。で今も苦手なんだけどそんなことないよっていうのがなんか貼り付けた言葉のように聞こえてねでもそうじゃなくてなんかこう何だろうかな別に褒めてくれる時は褒めてくれるんだけどなんか。 もう妙に持ち上げるような褒め方をする友達は少ないね私の今いる周りの友達私がそうさせたのか分かんないけどあのなんかなんつったらいいかなその結構今いる友達がな例えばなんか私がすごいことしたとかだと え日のあれ見たよすごいねありがとうぐらいで済ませられるえで逆に私が「えねあれ見たあれ見たねえねえねえこれ出てるんだけど知ってるえねえ知ってる知ってるえ見てないみなんな見てよぐらいの感じが私はめちゃくちゃ楽なのそんぐらいの方が本当に楽なのわ <laughs> かるこれあのねあの恋愛で言ったら 追いいいける恋の方が好きみたいなそういうこと多分追いかける恋の方が楽楽しいみたいなので一緒で友達もそうで私がちょっかいかける方が楽なのすごくこれは本当にその最初さっき強くあの何最初は何だろうつらかったみたいな話もしたけどあの もうそれは順応期間って結局その友達とずっと一緒にいるってことは当時も私はなんだかんだ一緒にいる方が楽しかったんだと思うのねなんだかんだだからもうその結局別に嫌だったわけじゃないのきっとなんかちょっと引っかかることがあるなそしたらどん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 なんかその成分がねこう混ざっていってしまって今のみ村ひのができたわけだけどうん そうねだからそのなんだろう人によってはさ友達にちょっとでも冷たくされると「え嫌いなのかなえどうしよう?」って落ち込んでそのまま離れちゃうタイプの子もいると思うのね。あの私の私と真逆のタイプだとこう何でも褒められた方が嬉しいっていうタイプの子もいると思うんだけど私はもう全く逆で。 うん、まあ、でも逆に言うと,ちょ,っとしかしなかちょっとしか知り合いじゃないちょっとしか関わりのない人に同じことされたらえ私のこと嫌いなのかなってなると思うの正直。<laughs> だからある程度仲いい子仲いいというか信仰のある子じゃないとそれは通用しないと思うんだけど。 でも多分だから私は友情関係も含めてね追いかけるタイプなんでしょうねきっと追いかけるタイプっていうか、うん、私からふっかけるタイプですね何もかもおいねえ,ねえ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 でも私 LINE しない <laughs> でも私は LINE はあの自分からしないから本当そのただごく日常の関係の話だと思うんですけどうん そうねだからプライベートの,その友達友達に限った話だねうん友達との関わり合いっていうのはそっちの方が楽だねただまあ先輩とか後輩ってなってくると多分違うんじゃないかな先輩は逆にその先輩とか大人 に冷たたくされたら絶望しか感じないから <laughs> やっぱその気にかけてくださってるぐらいのスタンスがやっぱいいんじゃないかな無駄に褒められてもあれだけどさうんすごいそんぐらいが心地いいよねなんかうんあんまり私は別にガツガツ行くタイプでもないけどあちゃんと私のこと見てくださってるんだなっていうのがやっぱその先輩だろうと大人の方だろうとやっぱ そういだからたまに先輩にさ <laughs> たまに先輩にさ「えひなちゃんあれ良かったよ」とか言われると超嬉しい <laughs> 超嬉しい、うん。やっぱ立場が違うとね多少感覚も違うけど同期同期も別に年齢みんな一緒じゃないけどそう。 同期とかうん同じクラスの同級生とかやっぱそんぐらいの関係だともうそんぐらいが楽だし私は正直妹にも妹との関係もそんなもん妹はもうね正直家族というか友達家族家族と友達を兼用しているからあの すごく私のことを理解してくれる友達なので妹に関してはでさっき言った私が追いかけるかまちょするかまってしかかまってじゃないなおい聞けおいこらおいお前ねえ聞いてよって私がこうつつくおいねえ,ねえ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 ねってやる妹もそう <laughs> であそれが何今 <laughs> ねえ 今度テストなんだけど試験なんだけどねえんでで「なんで?で」っって付き合ってくれるのいつも「うん、ごめんごめん今度グッズ買ってあげるから」って,って <coughs> そうそうそうだから私が話しかける私が「ね聞いておい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 」ってな,なるどっちかというとねだから本当にそういうタイプなんだと思う私 最近気づいた最近自分で分析して気づいたけどそう <coughs> なんか何事も私が私から私からってわけじゃないななんか心地いいねそう本当ににんからそのさ去年話したその冷たいぐらいが心地いいっていうのはそういう意味別にいじめられるのが好きってわけじゃないよあの いじめられるのは嫌だ辛いけど事実私は小学校低学年の時に、まあ、ちょっとしたいじめがあったんだけどあったらしいのでも私は気づか私は知らないで普通に楽しく学校に行ってた記憶が記憶的には私は <laughs> 私はただなんか気づかずになんかそれすら多分楽しんでたんだと思うけど。 まあいじめっつってはあの小学校低学年のなんかしかもあの男子のまあ何いじりみたいなちょっとしたいじわるぐらいなやつなんで私が変な子だったからちょっと浮いてたっていうだけで小学校12年生ぐらいだったと思うんだけどそう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 なのそうなのよだからまあ私は当時は先生は 心配してたけどあみたいな <laughs> 多分当時からスルースキルが強かったんですかねうんうんなんかもう正直小学校の記憶とかあんまないんだけど低学年の頃ってね特にまあでも別になんかそう大丈夫だっな,そうなんか別に中学の時も多少意地悪みたいなこと言われたりしたんだけど女の子とかからね その全然私のことを知らない子がうわでひのちゃんは性格悪いっていうのを <laughs> 話してて当時これ話したことあるね当時同じ合唱部で一緒になった子から言われたの直接。っていうのをその中1で学校入ってすぐの頃に聞いてえ同じクラスで同じ部活やだみたいなのを思ってたんだっていうのを当時言われて。 おもろっって思ったんだけど当時言ってくんのはおもろいし言ってくれてありがとうなんだけどっていう気持ちだったんだけど当時は別に何も嫌な感情抱かないっていうのも超面白いんですけどそうそうだからね本当によく知らないのに言うのはもうねあのねもうもうアホなんです <laughs>。ちょっといろんな いろんな悪口を考えんない,いろんないろんな語彙を考えて言った言葉が「アホ」っていうのもちょっとあれなんですけどマジで本んにいやもう私は自分のこと知ってくれてる子はあの私の,そのいいところというか私がどんだけ私がどんだけ優しくてどんだけどんだけその真面目でいい子なのかを知ってるから私の周りの人は。 だから信用してんのよ私は自分を信用してるから私のことを知ってる人は信用してるの私の中でかる<笑>,笑って今笑うとこだからねそういやでも本当にそうなのなんか自分はその人に恥じない,せい生活生活 <laughs> いやごめん部屋服着てないとかそういうことじゃなくてなんかその人に咎められるようなことをした記憶がないから だからもう自信を持って生きてるのよ私はねうんそういうとこはもうほんとそういうとこだけはもう認めてっから自分の自負してるのでだからだから私のことをちゃんと知ってくれてる友達とか周りの人はあのー、そんな噂は嘘だってわかるしだからその友達その言ってくれた友達は小学校別々で「んあ違ったっけどうだったっけな?」 まあでも小学校の時は別に知り合いじゃなくて中学になってからちゃんと知り合った子だからその他の子から聞いたその情報を信じてでも知ったらなわけないじゃんそんな子じゃないじゃんっていうどんでん返しにあったからわざわざそれを言っても私が多分それでだからといって友達辞めるっていう子じゃないっていうのを分かってるからこそ言ってくれたと思うのよね。だから 本当に私は恵ままれてますよね <laughs> なんかそんな感じで勝手に人のこと信じるのもよくないかもしれないけどいや私にとっては私を知ってくれてる子はもう私わ私を知ってくれてる子も私は知ってるからだからね。 そう,そ,うそうだからなんか勝手に信頼関係みたいなのも何だろう勝手にこっちが感じてるだけだけど別にだからだからこそ冷たくされても嫌じゃないんだろうね一緒にいるってことはそんぐらいな何だろう許してるというかそういうことだと思うから。 だからその本当はねその知りもしない人のことを悪く言うのはう私はもうとてもとても嫌いなのでそういうのはしたくないなんか評価をするならさそのもの人こと何でもいいんだけどそのものを評価するにはそのものを調べないと批評できないじゃない悪く評価するにもよく評価するにも例えばじゃあ映画があるとしてその映画が周りが薬草映画だっつって この映画は言う言うそういう口コミが広まってたとしてじゃあその映画を悪く言うのにガイアが見てもいないのにああだこうだ言うのはお門違いだよねせめて発言するならその映画を見て悪いところ良いところどっちも知った上で発言しなさいって思うわけよ今分かりやすく映画にしたけどさ うん、まあそれをね何だろうただ悪口を公共の場で見たからっつって公共の場で悪口を言うのはどうかとは思うけれど例えばじゃあ批評だとしたら批評でもやっぱ傷つくものは傷つくんですよ。頑張って作ったものを悪く評価されるのはやっぱり傷つくけどでも見,て見たっていうのが分かるんだったらこの人はちゃんと作品と向き合ってくれたんだなっていうふうに思うじゃないですか。でも何も何知らずにわー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 言う人はその外掘りの外 本当見出しだけを見てるとか第一印象でなんとなくとかって決めてるからそんなものそんなその自分自身とか自分の作品と対してちゃんと真剣に向き合わずに表面だけを見てああだこうだ言ってくる言ってくる人たちに対してそのあっちが真剣に向き合ってないんだからこっちも真剣に向き合う必要はないわけですよ。そうわかる そうそうそうでそれは別に当時も当時も多分その感覚だったんだと思う小学校5年生6年生とか中1とかそんぐらいの時は私は多分当時のそういう気持ちを言葉にはできない今みたいに言葉にはできないと思うけど当時もきっと「いや私のいいところ知らないなんて寂しい人間だなぐらいに思ってたんだと思う知らんけどちょっと今のは勝手に言いましたけど そんんんなな人がいいるだだだぐらいの感覚だったんだと思うなんでそんなこと言う人いるんだろうみたいなだって私はそんな子じゃないのにっていうあの感じだったんだと思うよ。うん。うんなんかこれがさ本当に私が例えば性格が悪いとした。 だいぶうぬぼれてるやばいやつだと思うんだけどその可能性はあるか <laughs> 性格が悪いって具体的に何を示すんだろうねいやこれが本当に本当にそのなんか勝手に外から見てて。 いや,やっぱあの子性格悪いよねっていうのが本当の私の姿だとしたら私は何をじゃめちゃくちゃうぬぼれてるやつなんだよねこれね。<laughs> 人から見たらこの人めっちゃなんか自分勝手で傲慢で何、うん、んだろう悪口ばっか言う嫌なやつなんだよ本当に人のこと考え人のこと考えて人の気持ちなんてみじんも考えない人なんで本当悪い女なんだよねって。 それかもし本当の私なのだとしたら一体そのどこ私はそれを認めてないわけであってじゃこどこの姿なんだろうってなるよね <laughs> うんまあだからこうやってこうえあストップウォッチを鳴らしてしまいましたあのそうこういうふうにちゃんと言えるのも正直私がしっかり。 自信を持っっててて生きているからであって別に私に悪いところが一切ないってわけじゃないよ私の悪いところだったら短所だったらあのー、三日坊主とかあのー、後先考えないとか何でも後回しにするとかえっ、ー、と部屋が汚いとか <laughs> 本当に興味ないものには妥協癖があるとかなんかいっぱいあんのよなんかそう。 お人らしとかさなんかなんかいろいろ悪いところは別にあるのよ私も全部私のすべてが素晴らしいって言ってるわけじゃなくて別に自分の顔が好きと思ったことは一回もないのよだから別に可愛い子ぶれっ子してるわけでもないしまぁ、あ、ちょっとねこうアイドルのそのこうなんていうかあざとくさとかこびるみたいなそういうのができないっていう点だと、まあ アイドルにおいては短所かもしれないけど別に人間として悪くねえなって思ってるりもしますし、まあ、たまに口が悪くなるのはこれ別に私口を悪くしないで喋ることもできるんですけれど私のキャラとしてその真面目で、まあ、ちょっと院長っぽくてなんかちょっと昔はお嬢様なんて言われてた私ですからそういう人間アイドルをやっている人間がたまに口悪くなるのを面白いなって思ってやってるんですこれ実は。あのこれわざといい あのんまり言ったことないんですけどこれは面白いなと思ってやっててうん。あイナさんの卒業のタイミングにそのひのちゃんたまに飯とか食うとか言うよねっていうのを言われて「あごめんなさいそれちょっと面白いと思ってわざとやってるんです」って言ったら「えっそれ面白いからやった方がいいよ」って言われたのであのそう,そういう理由なんですけど実はあのそうちょこっちの方が面白いから私はやってる。あの 真面目キャラが本当にただただ真面目にやってるだけは堅苦しくて見てらんないからもう面白いかな分かんないけど面白いかなと思ってたまにあのー、口を悪くしてますねいやなんでそこなんかなんかちょっとそこ違うじゃんみたいなそうえ別にあの違うんですよ あのいやここ面白くしてやろうと思って口悪くしてるんじゃなくて勝手に面白そうだなと思って口が勝手に喋ってるだけなんですけどあの一応そうなのだからちゃんとした場だったら私はもうあのめちゃくちゃ綺麗な言葉遣いで喋らせていただきますし本当にあのそこはね心配しないでほしいのちゃんとねうん、まあ、まあもし間違いに間違い ま、間違いを犯しそうになってたら私が、まあ、その時はもう周りが止めてほしいみんなも止めてほしいしあのメンバーにも止めてほしいけどまず間違いなく今の私がそんな間違いを犯すことはないっていう自負も思ってるなんかもう自己肯定感が高いんだか低いんだか分かんないけどさ <laughs> 本当に自分のいいところは自分で認めてるし自分の悪いところはとことん嫌なの本当に分かりやすいですよね そうだからショールームは昔はなんか普通に丁寧に喋ってたけど最近はもっと柔らかくするしたいなって思って結構砕けた言葉遣いとかにしたりもしてます昔は敬語オンリーだったんだけどねほんと初期多分初期とか1年とかはね結構ガチ硬かったと思う。 ででも多分今の方がが面白い配信ができてると思う苦手な子は苦手かもだけどそんな感じでもうあっという間に日付が変わってしまうのではい壇上を読みます <laughs> <coughs> えー、13位え太郎さん12位ベロさん11位こたつ猫さん10位し一さん9位ひろしさん8位突破球さん7位タムヒロさん6位東郷さん5位トールさん4位よしさん3位ひよりげたさん2位タカさん1位鋼のゲストアブさんありがとうございますギフトもありがとうよかったまあなんかそんな感じでねなんか少し少し直少しちょっとん少し前の生誕祭みたいになりましたけど。 この話は生誕祭ではしないので先のお話でした。それでは皆さん今日も一日お仕事がご苦労さいます。お疲れ様でした。また明日お休みぶバイバーイ。